10人ぐらい光ってた。間に合わなかった。タイムラグ 6.5 秒あたり？あ、意外にそんぐらいなんだ。まあ、でもなんかその人によっても違うらしいけどね。スナイプしてる人が多すぎて外す人もまあしばしばいそうだな。途中で俺のカウントが速くなったっていうのもあるけど。ほいほいほい。バランスが悪かったわ、カウントするタイミングの。わりかしコメントで砂ミスったって言ってる人多いね。光ってるな、でもまあ10人ぐらいはいたかな。10オーバー。10オーバーしてる感あるよね。速攻で99人集まったし。リプ部屋って基本的にね、めちゃくちゃ少なくマッチングしてくるんですよね。めっちゃちょっとちょっとマッチングして、ザタッチみたいにマッチングして、で、それで一気に CPU になって集まるって感じなんだけどね。ちょっと、ちょっとちょっとって感じなんだけどね。なんでしょうね、これ連勝やってないっすよ。ほい、スナイプ企画なんで。いや、そもそも連勝企画最近やってないしな。いや、ハテナじゃなくてに。はいはいはい。とりあえず、平積みでいくか。ほら。ほら、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 ほら。この企画中は3連勝もままならない気がするな、俺といえど。ナオトさん、ミヤカデソちゃん、ありがとうございます。いや、ハテナではないんですよね、しかしね。多分この永遠に最大マージン状態が続いたら3連勝もままならないとは思う。5連勝できたら神レベルだな。ほいほい、こまはい、こまはいらっしゃい。で、どうしようかな、これ入りません定義やりたいんだよね。とりあえず入れるか。とりあえずここ入れといて、こんなもんでいいや。入りません定義リカバリー。ほい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 。いや、神ですよ、まあね。あ、今日VIP で200連勝達成したんで、まあ、マージン入ってない時のね、俺の VIP 部はやはり無敵というわけなんですよ。ほい。VIP200 連勝。多分ね、100連勝できる人も俺以外に絶対存在しないと思う。まあ、最上位勢あたりなら50はなんとかいける人もいるとは思うけどな。50連勝くらいならなんとかいける人はいるかもしれないぐらいだけど、100は絶対不可能だと思うからな。相手狙いする人もいるから神は若干不利そう。それそれね、実際それなんだよな。ほい。とりあえずなんかもうやたらべったりに送る人がいるから、絶対に。まあ配信者が実際不利っていうのはまあ確かにありそうだよね。ほら、てかまあ実際あるよね。まあそれを頑張って覆していこう。はい、頑張ります。ほい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 。とりあえずマージンさえ入ってればもうただの2ライン消しで12ライン分送れるから、タイミングよく送ればね、もうすげえ自利品にできるからな。はいはい。ほう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 。で、とりあえず 25%。 まあ試合時間やっぱ長いね。ほうほうほう。ほい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 。ほいそれ、その道だな。ほいほいほい。あの人タギゲしている。ほらほら。おっと、久しぶりのスパチャでした。幼児村上さん、
センスパちゃん、ありがとうございます。幼児村上さん、確かにお久しぶりな気がしますね。ありがとうございます。コバすごすぎ、ありがとうございます。まあ、伊達にね、世界一プレイヤーをやってませんからね。うわ5分経過。あー微妙だな。さっきより若干早いかなぐらいかな。ちょ、店員満帆になってそうだから、スナイプ勢の、その店員が多分満帆になってる、これ。ほい。競争率が激しそうだね。とどめ打ちにしといて、あれ見の勘違いした。で、ほう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 。なんでこんなにうまいんですか。まあ、やはりね、といったところですかね。ほい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 。答えになせない定位置。とどめ打ちカウンター。微妙だな。どうしようかな。ほい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 。とどめいいかな。おば。で、そうだね、中開けてトリスティックに火力作っていきたいな。あの人若干タゲゲーしてるが、50人からやっぱ減りが少ないよね。本当になかなかさっきも減らなかった気がするから。で、これはいけるかな、ギリギリ。あの人たちもタゲゲしてるんだけど、こっちも一応してるからな。ほい。ほい、ほい。ずれていく。これの数は足りなさそうかな、さすがに。さすがに足りないな。やめておこう。スパターは読みましたね、大丈夫ですね。で、これ3人分いきましょう。あの人もでもタギゲしてんのか。さあどうか。これ総裁当たってるとちょっと他のターゲットになってる人にもあんまり火力遅れてないからな。そこはちょっと気になる点ではある。ほい。 OK、 4人分3人分なった。そう、神はね、公認だからね。公式から神認定されてるからね、俺は。ほい。25%、 まあまあこんなもんだろう。このスナイプ勢超いる中では、まあわっちこれぐらいが通常だよな。50人以下ね、50溜まってたらまあ多いレベルだな。63組のコツか。63組特にコツないと思うけどな。ほいほいほい。こう、まあ平積み力じゃないですかね、やっぱり。特にコツといったコツ多分ないと思うんで、ね、平積みが上手ければ進めると思います。はい、リュウリさんいらっしゃい。ほいほいほい。これ先読みっすね。ここも T スピンにしといて、ほい。今回多分10人ちょっとぐらいじゃなかった。俺もちょっと覚えてないな。どれくらい光ってたっけな。とりあえず覚えてる人いる？ほい。で、おっと、初スパ。上手くなりたい。9分経過、もう少しでマジンか。まずとどめでいこう。アウトキープさん、200円のスパチャ、ありがとうございます。ちょっと火力来たから S ミノずれちゃったな。やっぱゲームはどんなゲームでも上手くはなりたいよね。やり込んでるゲームだったら。ほい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 。
あの人タギゲしてるのか。うーん、でももう少しでマージン入る。とりあえずとどめ打ち、とどめ打ちにしとこう。とどめ打ちなまっちゃったけど、ほい、ほい、タネ4つなげる。そうだね、結構まあセンスがいいよね、タネ4は。これ受けましょう。に受けて、オッケーオッケー。で、これで一応あれだね、タネ6のレインにはなる。なんで4列先でレインができるんですか。まあ4列レインはね、本当に強いからね。でも結構形を覚えれば、あと消し方を覚えればできると思いますけどね。ほいほい。一応発火しといて、これで刺さるとかしょうもないんで。さあマージン来ました。闇突入。まあこれも余裕で最大いきますね。マージン入ってる時に30人以上だから、これは最大いく。で、あの人タギリするでしょ。これでもあんまり地形を悪くするような DT 掘って強くねえんだよな、マージン入ってる時は。入ってない時だったらまあ弱くはないけど。あの人がタギリしています。うん、いやマージンの火力やっぱやばいね。ここに穴来たから一応これで、ほいほいほい。さすがにあの人倒せないか、厳しいかな。倒された、一応倒したら倒したけど他の人に取られた。うん、ほい、ほら、ほい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 。おっと、失礼しました。アバサレルさん、370円スパチャありがとうございます。いつのテトリス配信やってますか。プレの練習はいつやってるんですか。基本的に大会前ですかね。大会前に基本的には練習をしております。ほい、370円スパチャありがとうございます。さて、だいぶマージンが入ってる状態で、この人があれか。なるほどね。ほい。ほい。ほい。ほら。ほい。できればバチ取りたいけどね、できれば。とりあえず、先打ちしとこう。倒された、俺が倒したい人倒された。さあどうか。これギリギリ受けれます。うん、火力がやばすぎるこれ本当に。75ある状況だけど、うえ、地形は整理しといて、あの人4列目に構えてるな、すげえ盤石だね。はい、さあどうか。これでターゲットあるのは結構強いが、あの人タギギしてんのか。とりあえず火力分割しとこう。
エフェクトでかっ。ほい、さあ貫通して、うわぁ、くそ、相手余裕がある知恵か、ダメか。あぁ、ささささ、よし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 、ディレイ戦法、ディレイ戦法なんだよな。コギーが貫通したからめっちゃディレイかけて相手刺さるんじゃねえかと思って、めっちゃディレイかけて刺さった。よし、いや今の面白いな。面白すぎる。やべえ。